はいどうも、お茶でーす。なんだかんだってね、SSS5 からね、SS2 まで落ちちゃったんですけど、また、昇格戦目前までは戻ってきました。はい。ということで、今日も、パーシバルを使って、ランクマやっていこうと思います。はい、ということで、対戦相手の方見つかりました。カタリナさんですね。最近見なかったんで珍しいですね、カタリナさん。本当にあのシーズン2になってから全然見なくなりましたよね。そんなにいけないキャラになっちゃったのかなって。まだね、カタリナ使いじゃないんでわかんないんですけど、いけそうな感じはするんですけど、どうなんでしょうかね。ああ、そうだ。前はね、昇格戦フルで見せてたんですけど、まあ、今回ちょっと編集がだるいので、2回に分けようと思います。ということで、頑張ってきます。あ、しっかり勝利体育してますね。偉い。さあ、どうしようかな。あー、狙いがなかった。今のはもったいなかったですね。これは入れ込んでしまったのでしょうがない。投げる。オッケー、シーためしましょうか。めちゃ走ってきましたね。技を置いてもいいかもしれないですね、これね。勝利タイプしないか。さあ、まだ死なないですが。結構やばい状況で隠ってますね。あ、オッケー、美味しいですね、これは。さあ、しっかり殺し切って、結構走ってくるんで技を置いてもいいかもしれませんね。多分、ダッシュとジャンプを多用してくるんじゃないかなと。あはは、また走ってきましたね。反応して延々も来たいんですが、なかなか集中してないときついんで。さあ、投げられたけど安い。全然いい。あー、こういう飛びをね、落としたい。昇竜拳。あれ、出なかった。マジか。もったいねー。さあ、波動拳置いて。まあまあ、食らっても、全然。出ないな、なんか。今日技が出ないっす。言い訳します。今日技出ないっす。まあまあまあ。うわ、拾われた。偉いっすね。うまい、これは。死なないですけど。まあ結構やばいかな。まあ投げとリープどっちも食らったら死ぬんで。おいしい。しっかりヒット確認できたよ。あー、溜めたかったけど。食らってしまったらよくない。溜めて。もう一回溜めに行って。あー、噛み合ってしまいました。どっか出てくるかなと思ったんですけど、まあもう結構状況的に不利だったんで仕方ないかなっていう場面も。延々も、いやー、打ってきますね。いい暴れ。うーん、なかなか 2M が強い。貯めましょう。あー、もったいね。出なかった。対空。おお、強いな、AM も。いやー、食らってしまいました。これは、あー、確定取れてない。これは、あー、確定じゃなかった。いやー、ちょっと確定場面だったな、今のは。いやー、いい余計ですね。これは確定。さすがに。勝利権あるよ。飛び回るんで、警戒していきましょう。これは美味しいですね。殺しきれるかな。いや、今、2発刻んで、あ、でも死にますね。2発刻んで解放やった方が確実だったかな。まあまあ、殺しきれたので、結果オーライとしましょう。結構遠心スカらせられるな。危ないですね。避けますね。美味しいですけど、まあ、違ったけど、まあ、繋がってくれたので、OK です。さあ、波動拳打って、飛びも警戒しないといけないんで。あーっと、これは、なかなか NM とか 2M が強くて、NC が負けますね。ここがために行きましょう。かくってますね。かくってますね。結構状況不利ですが、まあ諦めなきゃどうにかなる体力差だと思います。
やっとやってしまった。今 AM だったら勝ってましたね。さあどうしようかな。オッケー、美味しいっすよ。一人あるか。パクってるけど何もできなかった。暴れ潰し、当たってくれました。飛び回るんでちょっと警戒しながら。美味しいですね。オッケー、しっかりしゃがみヒット確認から。どうしようかな。開幕飛ぼうかな。開幕飛んでみます。よいしょ。当たってくれたけどその後何もなかったのはもったいないですね。怖っ、画面端に行っちゃいました。オッケー、これはかくってるが勝利打てばよかったな。あー、美味しい、美味しいけどミスってるけど、なんかいろいろあったな今。あーっと、これが後ろにちょっと暗い判定が下がるので強いです。これはかくってますね。美味しいですね。飛びも警戒しましょうね、しっかりと。いやーっと、暴れがちょっと遅かったです。さあ美味しいからの呼んでました。どっかで打ってくるかなって思ったんですけど、無事打ってくれましたね。はい、ということでちょっと神々だったんですけどね、今日はこんな感じの動画になりました。まあ、昇格戦踏んだんですけど、まあ、次回に回そっかな。あと2回に回そっかな。どうしようかな。まあ、とりあえず今日はこの辺にしておきます。ご視聴ありがとうございました。